島県民も他の日本国民と同じく等しく無用な被爆をせずに生活する権利があるでしょう。いかがですか。ないんですか。ないんですか。あるんですか。あの政府としてですね、そのできる限り被爆を少なくしていくという取り組みはしております。答えになってません。答えてください。つまり答えになってないです。ないということですか。あるのかないのかどっちなの。福島県は年民は権利があるんでしょ。権利があるかないかは私は分かりません。あーおかしいでしょ。じゃああんたにはないの。あんた自分で権利ないと思うなあ。健康に生きる権利ないのか。言ってみろ。福島県民は人権がないんですか。福島県民だけ公衆衛生上の被爆で基準が違う可能性があるという意味ですか。今のお話だとそういうことになっちゃう。そうですよね。申し上げているのはできる限り被爆を少なくするという取り組みを行っている。答えになってないね。福島県民だけが違う基準だっていうことじゃないでしょう。私がお答えできるのはここまでです。はぁ、誰ですかそれは。避難したい人は避難していい。当たり前のことを当たり前に認めてください。お願いします。どなたか一言だけでも結構です。ご回答ください。今答えられる範囲で結構ですから、一言だけでも結構です。ご回答ください。避難されるのは事故の判断に基づきしていただいて結構だと思いますが、国としては安全な地域については強制をすることなくですね、とどまっていただくことを。福島市は安全なんとしてやっております。だって緊急事態でしょ。まあ緊急事態。福島市は安全なんですか。この緊急事態どこが安全なんですか。どういうことで安全なんですか。あのね、共産圏のチェルノブイリ、ベラルーシでさえどんどん避難させたんです。なんでこの自由、先進国だ自由諸国だって言ってる日本ができないんですか。そうだ。旧ソ連でさえやったんですよ。2週間で24万人の子供を避難させたんだよ。さあ、4ヶ月経って何やってるんですか。政府をここにつけ。恥ずかしくないのか。何のために来てんですか。あ、ございます。で、中でも尿の検査については早急に調査をお願いしたいと思います、誰がどのように調査をするのかとことについてご回答いただきたいと思います。持ってきなよ。これが証拠なんですよ。ふざけないでくださいよ。もうコメントしたこと逃げないでくださいよ。報道しますからね、こういうことね。あ、ちゃんと持ってきなさい。ちょっとね、中にこれいいじゃないかい。持っててもらえません。なんで持っていかないのか、コメントだけだ。ね、お願いします。署名用紙を持って今持っていこうとしませんでしたね。その理由を教えてください。持っててください。あなたの首にかかりますよ。これ中央政府に出しますから、あなたの首にかかりますよ、ね、弁解しないとあなた首になりますよ。持ってってください。ねえ、ね、尿持ってくぐらいいいじゃないですか。食性が違うんだよ、ね、ちょっとだから一言でもなんて言うんだろう。いや、だから渡していただきたいんですよ。いやいや、もう食性が全然違うんです。食性どう違うんですか。いや、いや持ってくべきじゃないんですか。せっかく持ってきた約束を守って持ってきたんだから、うん、せっかく持ってきてくださったんだから。なんであなたたち前、ね、尿持ってきたら検査するって言ったんでしょ。違います。軽いやつちょっとほら持ってってください。もうダメダメダメ、逃げちゃダメ。
ここで逃げちゃダメですよ。人間として付き合ってください、我々と。ねえ、どこを見てんですから、皆さんは。霞ヶ関が大事なんですか、それとも福島の人が大事なんですか。ねえ、ねえ、ほんと。ちょっと頼みますよ。現地対策問題の現象分現地対策問題、ちょっと職責が違うんですか。ちょっと、どうしてなんですか。ねえ、あなた、お子さんいないんですか。